こんにちは。知識とか情報の階層レイヤーっていうのがありましたよね。より深く知ることとか、まあ知識が浅いとかっていう表現しますけども、その深みですよね。これを私はね、4段階に分けてるんですよ。まずは一つ目はですね、まあ知るってことです。知らなかったことを知るってことですよね。まあ当たり前やないかって感じですけども、まさに知らなかったことを知るっていう段階が大事です。ですので、知らない人はやっぱり深い階層に入っていけるわけがないんで、何も起きないんですよね。だから、その知ることって非常に大事で、情報収集っていうのは本当にね、この時代特に大事になってきます。要するに、モテる方法を知ってるかどうか、痩せる方法を知ってるかどうか、稼ぐ方法を知ってるかどうか、どこに行けば年収が高くなるのか、いつ起きたら年収が高くなるのか、どの仕事だったら楽なのか、どの仕事は自分に対してものすごくハードワークなのかね、いろいろと知ることによって自分がどう行動するか決まってくると思うんですよ。これがまず第一段階目、知るってことですよね。次はね、知るの次の段階何だと思います？これね、知るの次は分かるなんですよ。知識として知ったんだけども、これをね、ちゃんと分かっているかってこと、理解しているかってことなんですよ。まあ、アプリをダウンロードして1000円もらえる、そのみんなの銀行っていうのがありますけども、これは知るっていう段階です。分かるってのはどういうことかっていうと、なるほど、これを広めていくと30万円になるんだ。自分がどんな商品も作らずに、集客も大してせずに、ただコツコツと情報発信するだけで30万円を狙えるんだなと、っていうふうに分かってくるんですよね。そしてもっと分かるということはどういうことかっていうと、この情報そのもので儲けるというよりも、こういうお得情報を私は発信できるようになったんだなと。じゃあ、このお得情報を聞いた人、見た人、理解した人がもっと他にないんですかっていうふうに私に対してまたね、メッセージをくれる、期待を寄せてチャンネル登録をしてくれる、もしくはオプトインしてくれる可能性があるなっていうふうに感じること、これがですね、知るの次の段階、分かるってことなんですよ。知る、分かるというふうに情報の階層っていうのが深掘りされていきます。じゃあ次は何か、3段階目4段階目っていうのがあるんですよ。これはですね、できるっていう段階があります。第3段階目、できるっていうこと、知る、分かる、できるっていう段階ですよね。できるっていう段階に来ると、大体意識して同じような結果がいつも導き出せるってことになります。まあ、みんなの銀行とかセルフバックを例にとると、その存在は知った、みんなの銀行っていうアプリがあるのは知った、セルフバックっていうことがあるのは知った。でも実際にこれを分かるっていうのはどういうことかっていうと、いつ頃入金されるのか、どの手順でやればいいのか、どうやったらキャンセルされるのか、どんな人がこれをユーザーとしてね、受け付けられるのか、誰だったらこのアカウントは作れないのか、こういったこととかですね。そして今全体で何万ダウンロードされてるのか、これ10万ダウンロード突破したわけでしょ。どんなキャンペーンがあるのかとかね、そのキャンペーンには 20% バックっていうのがある、この 20% は上限いくらなのか、否認条件はどういったものなのか、今大体どのぐらいの人がやってるのか、自分が紹介したら大体何パーセントぐらいの人がエントリーしてくれるのか、そして全体としてはどのぐらいの人が勧められたらやるっていうふうな結果が出てるのか、要するに平均点ですよね。まあ、こういうふうに知る、分かるの次の段階、できるっていうね、できるっていうレベルがあるんですよ、ね、ここまで来るともう大体スモールビジネスは完成です。でそして最後の階層はできるの次、できたっていうことです。できたってことは何かっていうと、目標を設定してそれを達成するまでできたってことなんですよ、ね、ですんで30万稼ぐぞってやって、延々とね、この作業をやって30万稼ぎました、これ以上はいきませんっていう、突き詰めたレベルが知る、分かる、できる、できた、ね、情報の最下層というかね、一番深いところまで知れたよってことだと思います。私はセルフバックをやる中で、この知る、分かる、できる、できたの最後のレベルまで来てると思います。これはですね、自分がセルフバックを指導する中で、人はどんな恐れを持っているのか、どういう時にやってみようかなと思うのか、そしてどの順番で人は取り組もうとするのか、案件がないよっていうふうに泣き言を言ってくる人の次の段階は何を進めればいいのか、ASP は何社あるのか、どこの ASP がどのぐらいの報酬体系で、どういう特徴を持っているのか、報酬反映が早いのはいつなのか、ね、どこなのかとかね、まだまだありますけどもね、まあ、こういうふうに隅から隅まで経験して、知って、そしてその ASP という会社にね、がっぷり4つに組んで、そこの会社とタイアップしてジョイントベンチャーする勢いで、私という存在を売り込んできて、まさに一体となってビジネスを動かしているっていうのが、知る、分かる、できる、できたの最後の階層だと思います。まあ、そういう意味で言うと、おそらく小野里さんも無数にカメラ転売の問い合わせを受けてきて、もうすでにね、答えられない答えはないと。そればかりか、大体聞くこと一緒だよねっていうふうに多分漏らすと思うんですよ。吉田さんも同じですよね。だって来る質問、一語一句同じですよ。このね、5年10年、変わった質問が来たことがないですよね。
吉谷さんね、なんでここまで同じような質問が来るのか、それはですね、その段階で多くの人が止まってるってことなんですよ、ね、だから知る分かるのを多分この垣根を越えてないんでしょうね。で退場していくんですよ。知った段階でお金を払ってコンサルをお願いしちゃって、知る分かるの第二段階まで行かずに終わっていくんですよね。だからね、もう一歩なんですよ皆さんね。もう一歩で時給7万円どころか、月収100万円どころか、3年間で1億円どころか、1年間で1億円とかも突破できるんですよ。知る、分かる、できる、できた、この4つの分類で私は全て理解してますんで、まずね、知らない人っていうのはまず数に入りません。知らない人はまずね、知ることなんですよ。でこの段階を突破して、その知るから分かるへの、いわゆるさなぎから揚げ始めになっていくところね、ここを多くの人は突破できずに崩れていくんで、もうね、知った後の分かるっていうところまでね、本当に掘り込んでいただきたいかなと思っております。本日は以上です。